全国文芸ファンの皆さん、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。童話制作委員会企画原作を担当しております清原でございます。本日の配信は朗読童話チャンネル70、朗読童話チャンネル70前半です。配信日時は2014年の9月28日、今日は2014年9月28日午後7時32分を経過したところです。ライブストリーミング配信サイトは FC2 ネトラジで行っております。よろしくお願いいたします。朗読童話チャンネル70前半でご紹介する童話制作委員会オリジナル作品は、さくらさんと梅地蔵、そして新作中ちゃんの声、さくらさんと梅地蔵、中ちゃんの声の2作品をご用意させていただきました。さくらさんと梅地蔵の声の出演は七海真奈さん、そして、中ちゃんの声は初登場岩田澄明さんね、セミプロの声優さんでございますが登場いたします。さくらさんと梅地蔵はマスターテープ上の長さで8分59秒、中ちゃんの声は6分46秒となっております。ただこの長さはマスターテープ上の長さでございます。お使いの受信環境などによりまして、若干配信時間が前後する可能性がありますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。本日の配信は録音しております。後日 Google 様が運営する動画共有サイト YouTube、 Google 様が運営する動画共有サイト YouTube にある童話制作委員会の公式チャンネル、童話制作委員会チャンネル、童話制作委員会チャンネルにて動画形式にてアップロードいたします。童話制作委員会のホームページにも動画を埋め込んでおきますので、今日の配信をもう一度聞きたい、ね、本日の配信をもう一度聞きたいという方は、童話制作委員会チャンネルか童話制作委員会ホームページへご来場ください。皆様からの温かいメッセージどしどしお待ちしております。それでは朗読童話チャンネル70前半、レッツスタート。Thank you.
FC2 ネトラジ、ひまわりストリーム、YouTube をご視聴の皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。本日は28日日曜日、9月の28日日曜日ということで、本来でしたら、昨日配信する予定だったんですが、体調不良により、音が聞こえていなかったですね。FC2 ネトラジ、ひまわりストリーム、YouTube をご視聴の皆様、本当によろしくお願いいたします。昨日配信する予定だったのですが、体調不良により寝込んでおりました。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。本日は、動画制作委員会が企画する、インターネット、企画配信するインターネットレディオへようこそお越しくださいました。本日も午後7時31分から午後8時、10分頃まで前半を、そして8時20分頃から9時過ぎまで、後半を お届けしてまいります。この時間は動画制作委員会企画原作担当の清原俊夫が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。さて、本日のこの当インターネットレディは、文芸、とりわけ自動車や小説、エッセイなどの魅力をお伝えするため、動画制作委員会によって企画配信をされております。皆様からね、ご一緒に楽しい時間を過ごせれば本当に嬉しいなと思っております。当ラジオ番組は、聴取者、リスナーの皆様より、番組へのご意見ご感想を賜っております。関連言われるクリックしていただきましたら、動画制作委員会の掲示板、FC2 掲示板がご用意させていただいております。ご気軽に、投稿をいただければ幸いです。一緒に番組を盛り上げていきませんでしょうか。また掲示板に動画制作委員会のホームページの URL やツイッターのアカウントを掲載しております。ホームページの閲覧で、無料で読める絵本や動画などが埋め込まれておりますので、こちらの方を見ていただけたら幸いです。またツイッターのアカウントをフォローしていただけると励みになりますので、本当に嬉しく思います。今日も楽しい時間を、過ごしてまいりましょう。さて、配信開始直後にもかかわらず、現在16人のお客様がね、見えられております。現在、手元のデータでは26番組ですか、配信しているにもかかわらず、当ラジオに17人のお客様がご来訪いただいております。本当に嬉しく思っております。さて、掲示板の方を見ていきましょう。あ、今日も掲示板なんとも静かな状態です。ね、僕のラジオはなぜか皆さんが静かに聞いてくださるインターネットラジオ番組ということでね、本当に、なぜかとっても静かな配信でございますが、皆様からのご意見ご感想、ぜひとも、ね、投稿していただけたらラジオ番組も盛り上がってくると思いますので、よければ遊びに、ご気軽に投稿していただけると嬉しく思います。それでは早速ですけれど、配信の方をそろそろ始めてまいりましょう。ね、まずは桜さんと梅地蔵からいきましょう。ね、桜さんと梅地蔵は8分59秒の朗読、マスターテープ上では8分59秒の朗読となっております。声は奈良美真奈が担当しております。皆様からのご意見ご感想をお待ちつつ、まったりと配信の方を進めていきましょう。それでは早速ですけれども、朗読の方をお聞きください。桜さんと梅地蔵、8分59秒の朗読です。どうぞ。桜さんと梅地蔵、清原俊夫。
春の訪れも近い2月、満開になった向かいの山の梅を見て、すずねはおばあちゃんに話しかけました。ねえ、おばあ、向かいの山の梅が咲いている。おお、本当だ。梅地蔵の梅は綺麗だな。すずねはおばあちゃんの顔を見て不思議そうに言いました。おばあ、梅地蔵って何？向かいの山に咲いている梅の林のことだよ。美しく咲いてるけど、あの梅林はさくらさんという女の子が裏のお地蔵さんの啓示を受けて植えたんだよ。すずねと同じぐらいの年頃にね。ふーん、さくらさんか。まだすずねにはさくらさんの話をしていなかったね。おばあちゃんはニコニコしながら話し始めました。さくらさんが育ったのは戦争の時代でね。もののない時代だった。兵隊さんがこんな田舎にまで来て、お米や鉄の釜やらを持って行ったんだよ。そんな何もない時代、さくらさんのお母さんは体が悪くてね。長い間、寝たり起きたりの生活をしておった。苦しそうなお母さんの様子を見て、さくらさんは村のふもとにあるお地蔵さんに何度もお参りに行っておった。毎日地蔵の周りを掃除し、水を替え、花を供え、熱心に手を合わせておった。お地蔵さん、どうか、お母を元気にしてあげてください。ある年の冬の終わり頃だった。まだ朝日も出ない薄暗い朝方。さくらさんの家の軒下で、シャンシャンと音がするんじゃ。さくらさんは物音に目が覚めて。庭で何か物音がするけど、こんな朝早くから誰じゃ？そっと戸を開けると家の軒下にあのお地蔵さんがいたんじゃ。お地蔵さんは手に持ってる金尺杖をシャンシャンと鳴らして言ったんじゃと。毎日わしのところにおっかあの病を治してほしいと頼みに来ているのはお主かの？あ、お地蔵さんが喋った！さくらさんはびっくりして見とれておった。ほっほっほっ、驚いたかの？いい子のもとには仏が来るんじゃよ。お主の心にも仏がおるからの、呼ばれてきた。
今日はお主のおっかあの様子を見に来たんじゃ。さくらさんは朝日を浴びながらぼーっとしていましたが、ようやく。はい。お母が病気で困っているんです。お地蔵さんはニコニコしながら。軒下を見なさい。梅の実と梅の苗木を持ってきた。梅の実はおっかあに、梅の苗は山に植えなさい。さくらさんが軒下を向くと、梅の苗がたくさん置いてあった。さくらさんは梅の苗を手に取り、お地蔵さんと梅の苗を見つめながら。お地蔵さん、これをくれるの？もちろんじゃよ。病は愛で癒すことができる。お主の毎日の小さな親切と、新人の積み重ねがお母さんを癒すじゃろう。そう言うと、村のふもとへ帰って行ったそうな。さくらさんはお地蔵さんからもらった梅をお母さんに食べさせ、梅の苗木を山に植えたそうじゃ。それからお母さんはどんどんと元気を取り戻し、梅が実をつける頃にはすっかり元気になったそうじゃ。またお地蔵さんからもらった梅の木の梅を収穫して村人に配ったところ、実を食べた人々は元気になったそうじゃ。その後、さくらさんはこの村の氏神様の使いとして幸せに暮らしたそうな。すずねは手を合わせると、梅のお地蔵様、ありがとう。おばあちゃんはニコニコしながら、人は感謝の心を忘れてはいけないもんじゃ。仏様は感謝の心を映す鏡なのかもしれんの。向かいの山から暖かい風が吹いていました。春風とともに、梅地蔵の笑い声が聞こえたような気がしました。お待たせしましたね、さくらさんと梅地蔵を聞いていただきましたね、9分間の朗読でございますね、本当にありがとうございます。さて、この次は新作なかちゃんの声が登場いたしますね、皆さんとご一緒にまったりとした時間を過ごしていけたらいいなと思っているところでございます。さて、掲示板の方を見てみましょう
今のところ掲示板は誰ともご投稿いただけてないようでございます、皆様からの引き続きご意見ご感想、メッセージなどお待ちしておりますので、楽しい時間を共に過ごしてまいりましょう。さて、時刻が7時52分、もうすぐ53分になろうかというところでございます。あと残り、15分ほどとなりました。引き続き、朗読の方をスタートいたしましょう。次は新作でございます。中ちゃんの声、初登場の声優さん岩田澄明さんに、来ていただいております。セミプロの声優さんで初めてこのラジオに挑戦していただく先生でございます。短編にもかかわらず講演をしていただきまして本当にありがとうございます。さて、マスターテープ上で中ちゃんの声は6分46秒と短い動画となっております。まったりとこれも聞いていただけたら幸いです。それでは早速ですけれども、もう一本の作品参りましょう。中ちゃんの声でございます。6分46秒の朗読、それでは皆様とご一緒に、楽しい時間を過ごしてまいりましょう。それではお聞きください。どうぞ。中ちゃんの声。原作清原俊夫。声の出演岩田澄明。満開の桜を見つめる一人の男がいた。彼の名はケンジ。ケンジは毎年学校を卒業する季節が近づくと同じ中学校に通っていた中ちゃんを思い出す。中ちゃんは軽い知的障害があった。でもケンジにとっては大切な友人だった。ケンジが中学校3年生の時のことでした。廊下を歩いていると同級生が後ろから中ちゃんの背中を蹴り笑いながら言いました。中のやつはノロマでバーカ。その様子を見ていたケンジは職員室に行き先生に言いました。先生、中ちゃんがいじめを受けているようです。先生がやってくるといじめっ子の同級生たちは逃げていきます。ケンジはその様子を見ていじめなんかやって何が楽しいのだろう、将来に何が残るのだろうと考えていました。ケンジに助けてもらった中ちゃんは近寄ってきました。ケンジ君、ありがとう。いいよ別に。気にしなくても。ケンジは笑って中ちゃんを見つめていました。その様子を見ていた学校の先生は、ケンジ君と中安君は家まで帰り道確か同じだったよね。はい、一緒です。先生はほっとしたようにケンジに、ケンジ君、悪いけどこれから中安くんと一緒に帰ってくれない？はい、わかりました。その日からケンジは中ちゃんと毎日下校するようになりました。ケンジは毎日のように中ちゃんに一緒に帰ろうと声をかけました。中ちゃんはケンジと下校するようになってから帰り道学校生活について話をするようになりました。中ちゃんはいつも上級生がいじめてくる。バカとか言う。学校に行くのが面白くない。ケンジはため息をつきながら、いじめている奴らもいつか後悔すると思う。いつまでもそんなこと続けていたら、いつかは自分に帰ってくるからな。夕日の中、カラスがカーカーと鳴いていました。瞬く間に月日が流れ、
3月になりました。ケンジは中学校を卒業し、高校へ進学。ナカちゃんは在校生として残ります。ケンジは卒業式を終え、校庭で桜が散る中、ナカちゃんと話をしました。卒業証書を手にしたケンジを見て、ナカちゃんは寂しそうに。ケンちゃん、今まで、ありがとう。また、いつか会おうね。ケンジは笑顔で、ナカちゃんも元気にしていろよ。また会おうな。二人は寂しそうに別れました。それから9年後、ケンジは就職し社会人となりましたが、仕事がうまくいかず、フラフラになって夜遅く社宅へ帰る日々が続いていました。ああ、今日も仕事大変だったな。中ちゃんは元気にしているかな。こんな自分を見たら、中ちゃんはなんて言うだろう。彼女もいないし、自分を必要としてくれる人なんて、この世にいるのかな。その時、ケンジの耳元で、中ちゃんの励ます声が聞こえてきました。ケンちゃん、人生がうまくいかないからって、慌てちゃダメだよ。僕は、ケンちゃんに親切にしてもらって、嬉しかった。ケンちゃんのいいところは、優しいところさ。ケンジはハッとして部屋を見渡しましたが、誰もいません。その後ケンジは仕事を続けていましたが、過労で体を壊し、故郷に帰ることにしました。ケンジが帰郷して数週間後、偶然中ちゃんのお父さんに会いました。確か、君はケンジ君。中学校時代は、息子が世話になった。ありがとう。ケンジとお父さんは懐かしそうに話を交わします。お父さんは、中安はいじめられて学校に通うのが辛いと話していた。ケンジ君がいてくれたから、無事通学でき、卒業できた。それを聞いたケンジは嬉しくなり、お父さんに尋ねました。今、中ちゃんは？お父さんは暗い顔をして、ああ、それがな。中安は、数年前、事故で亡くなったんだ。ケンジは思わず目を閉じました。そして、卒業式の日、中ちゃんと交わした言葉を思い出しました。ケンジはお父さんと一緒に、中ちゃんのお墓にお参りしました。ケンジは中ちゃんの墓石の前で手を合わせます。毎日夕日に照らされながら、一緒に下校したことを思い出していると、あ、ケンちゃん、また会えたね。ずっと待っていたんだよ。中ちゃんの声が聞こえたような気がしました。中ちゃん、約束通り、帰ってきたよ。風が吹き抜け、花々がうなずくように揺れました。お待たせしました、最後までご聴取していただきましてありがとうございます、中ちゃんの声、新作でございました。ちょっとストーリーがシリアス系のお話でしたが、心と心のつながり、短い作品で、まとめ上げてみました、最後までご聴取していただきましてありがとうございます。さて、後半では東亜製作委員会のオリジナル作品、俺の親父は世界一、俺の親父は世界一をご用意しております。声の出演は黒の野良さん、お楽しみいただけたら本当に嬉しく思います。
さて、番組の方をね、見て、番組の方というか、レスポンスがついておりますでしょうか、見てみたいと思います。今のところ、どなたもね、レスポンス作りくださっていないようですので、このままラジオの方は続けてまいりたいと思います。では、作品の解説に入らせていただきます。まず、最初に登場した作品ですね、さくらさんと梅地蔵、童話制作委員会36番目の作品、2014年4月発表の作品です。インターネットの動画投稿サイトでアニメ番組の視聴者のコメント欄、確か YouTube だったと思うんですが、コメント欄を閲覧していたところ、今子供たちに安心して見せられる番組がないという、多分お父さんでしょうかね、現役のお父様からのご意見がありました。安心して聞いていられる番組とは何だろうか。動画制作委員会では日本の各地に伝わる民間伝承に注目し、良い物語とは何か考え完成したのが本編でございます。この物語は新潟県のある方の話を参考資料として取材制作を行いました。少しでも皆様に楽しんでいただけたら幸いです、ね、本当に、短い作品ですがご聴取していただきましてありがとうございます。そして、もう一本の作品ですね、中ちゃんの声、童話制作委員会52番目の作品、2014年7月に完成いたしました。高校生のための紙芝居シリーズというシリーズと題して、その第2弾として制作しております。わずか原稿用紙7枚、400字詰め原稿用紙7枚の短編でございます。声の出演はニコニコ動画で活躍しておられます岩田澄明さん、セミプロの声優さんでございます。多忙の中、なんと無料で特別出演を、いただきました。セミプロの声優様です。この作品が私自身の実体験をベースに作り上げた作品で、命について少しでも考えてほしいという思いからできました。よしっつネトラジは本日2014年9月28日初公開を行っております。皆様に少しでも、心温まる物語が届ければいいなと感じで制作いたしました。さて、時刻でございますが、現在、午後8時5分を回ったところでございます。後半では先ほども申し上げました通り、俺の親父は世界一をご用意しております。さて、番組前半が終了と、ここで一旦終了して、15分くらいの休憩を取らせて、いただいた後、後半戦に入ってまいります。といったところで、素敵なお客様がね、今ね、掲示板の方に書き込みをしてくださっているので、読み上げさせていただきます。ぶどう糖様、午後8時3分にご投稿いただきました。清原さん来たーということで、顔文字までつけてね、ご挨拶をいただきました。ありがとうございます。前半は あと4分で終わってしまいますが、それから10分から15分間休憩を取らせていただいた後、後半もご用意させていただいております。後半もご一緒に楽しい時間を過ごしていけたらいいなと思っております。それでは早速ですけれども、前半の方はそろそろこの辺で終了とさせていただきます。この間も皆様からのご意見ご感想、休憩というか番組の用意をしておりますので、このままご聴取していただけたら幸いです。そしてぶどう糖さん、安心できる番組が一番ですねというね、素敵なコメントをしていただきました。そうですね、皆様に、少しでも収容のになるような、作品をご提供できればと思っておりますので、ご一緒に、番組の方を盛り上げていきましょう。それでは
前半はこの辺で時間が来てしまいましたので終了といたします。エンディングソングはハッピーエンド、ハッピーエンドという曲を聴いていただいてお別れとしようと思います。さて後半は20分から25分ぐらいに後半戦スタートいたします。このままお待ちいただければ幸いです。それでは前半はこの辺で終了いたします。引き続き後半もよろしくお願いいたします。それでは。